インターコンチネンタルホテルインターコンチネンタルホテルインターコンチネンタルホテルズグループはイギリス日本部を置く多国籍ホテルグループである。世界100カ国以上でインターコンチネンタル、ホリデーイン、クラウンプラザなど複数のブランドで5900件以上のホテルを運営している。総部屋数が世界最多のホテル運営会社。ほとんどのホテルが独立して所有。 運営されている。グループ名称となっているインターコンチネンタルホテルは1946年にパンアメリカン航空参加のホテルグループとして設立され、翌年にはブラジルで最初のホテルが開業した。そのため、自社の飛行機搭乗員の宿泊先を確保する目的も兼ねたため、主要5大陸すべてにホテルを展開した。また、 ホテルの経営方式は主にフランチャイズ形式をとっていて本部で所有、経営しているホテルは少ない。パンアメリカン航空の経営難によりインターコンチネンタルホテルチェーンは1981年にグランドメトロポリダングループに売却された。その後1988年には日本のセゾンコーポレーションが2880億円で買収契約を結び声優の子会社とした。 しかし1997年には、セゾングループ全体が、経営難に陥り、すでにホリディーインチェーンを買収していた、イギリスのバスホテルズに1998年2月に3654億円で売却された。2000年にバスホテルズは、ビール部門を分離し、ベルギーの大手ビール会社インターブリューに売却し、残ったホテル部門を経営の中心都市社名を、 シックスコンチネンツに変更した。2002年に清涼飲料水部門を分離し、社名をインターコンチネンタルホテルズグループに変更した。2006年には ANA との合弁で IHAG ANA ホテルズグループジャパン合同会社を設立した。2018年3月20日、リージェントホテルズリゾーツの株式51%を取得することに合意したと発表。 この合意には2026年より段階的に残り49%の株式を取得する権利も含まれている。展開しているホテルブランドの一覧。なお、最高級、高級、一般等の格付けはインターコンチネンタルホテルズグループ内の格付けである。かつてはセゾングループ参加になっていたこともあるほか、複数のホテルがフランチャイズ契約を結んでいた。 2006年10月には、日本の航空会社の全日本空輸が傘下にあった、全日空ホテルズ事業を整理し、経営資源を本業へ集中させることを狙いに、ANA と IHAG による合弁事業として、IHAG ANA ホテルズグループジャパン合同会社と、その中間持ち株会社、IHAG ANA ホテルズホールディングス株式会社の設立を発表。 全日空ホテルズの運営統括会社である ANA ホテルズマネジメントなどを吸収合併させアイハグ ANA ホテルズが設立された。これにより全日空ホテルズ所属ホテルはインターコンチネンタルホテルグループの経営支援を受けることと全日空ホテルブランドとインターコンチネンタルホテルズブランドの併用に移ることが決まり、まず東京全日空ホテルが ANA インターコンチネンタルホテル東京、ストリングスホテル東京が、ストリングスホテル、東京インターコンチネンタルにそれぞれリブランドされた。また、大阪全日空ホテルや金沢全日空ホテルなどは、ANA クラウンプラザホテル大阪、ANA クラウンプラザホテル、金沢などにそれぞれリブランドされた。2007年には ANA が所有する、全日空ホテルの不動産全てを、 モルガン・スタンレーの特定目的会社へ売却。モルガン市会社で新神戸オリエンタルホテルなどアジアで買収したホテルの運営にあたるパノラマホスピタリティ参加にパノラマホテルズ1を設立させ、モルガン所有となった ANA アイハグホテルズの運営を受託させている。パノラマホテルズ1運営の全日空ホテルズのほとんどは ANA クラウンプラザホテルにリブランドされたが、 当初より別資本経営で、全日空ホテルズへ運営委託されている施設は、順次、ANA ホテルグループを脱退している。インターコンチネンタルホテル級、全日空ホテルズアイハグ、ANA の共同ブランドホテル。以下のホテルは、アイハグ ANA ホテルズ発足後に、グループ入りしたホテルである。過去に営業、提携していたホテル。ありがとうございます。